オステルリッツ駅はフランスパリの13区にあるフランス国鉄の駅である。フランス国鉄のパリにおける6つの主要ターミナル駅の1つであり、主にフランス南西部方面への列車が発着するほか、ラーシー線の駅でもある。ここでは同地にあるメトロの駅であるオステルリッツ駅についても記述する。オステルリッツという駅名は所在地のオステルリッツ菓子に由来する。 この地名は1805年のアウステルリッツの戦いに由来し、駅名と駅からの列車の目的地に関係はない。なお、フランス国鉄の時刻表や路線図では、駅名はパリ・オステルリッツ駅と表記されるが、パリ市内においては単にオステルリッツ駅とのみ呼ばれる。かつてはパリ・オルレアン鉄道の駅という意味で、オルレアン駅とも呼ばれた。メトロの駅も開業時は、 ガールド・ルレアンだった。オステルリッツ駅は、パリから、オルレアン郊外、トゥールなどを経由して、ボルドに至る路線の起点である。道路線からは、オルレアン郊外で、リモージュ経由、トゥールーズ方面への路線が、またトゥールからは、南東方面への路線が分岐しており、また、パリ南東部郊外のジュビシーでは、リヨン駅からリヨン経由マルセイユ方面への路線と、接続している。 ただし、1990年の LGV 大西洋線の開業以降は、トゥールイエンへの列車のほとんどは、モンパルナス駅始発の TGV に置き換えられており、オステルリッツ駅発の長距離列車は、リモージュ方面へのものを除けば夜行列車のみとなっている。これにはスペインへの国際夜行列車のエリプソスも含まれる。また、国内夜行列車のコライユルネアは、本来は、 リヨン駅始発であるフランス南東部方面への列車もオステルリッツ駅発となっている。2009年4月現在オステルリッツ駅を発着する列車は以下の通り。なお、ラーとメトロ以外はすべてオステルリッツ駅が起点、終点である。オステルリッツ駅に停車中のテルサントルの客車フランス国鉄の駅は地上の東端式ホームとラー用の地下ホームからなる。 メトロの駅は5号線用の高架駅と10号線用の地下駅に分かれている。大屋根の下のラー開口部。上はメトロ5号線地上の東端式ホームには、東側から順に7番線から21番線の15線がある。その東には1番線から5番線があったが、2007年、現在は工事中である。この部分は上層に、 ピエール・マンデス・フランス大通りが重なる二重構造になっている。駅舎はホームの東端側にあり、東西二つの建物の間に大屋根に覆われたホールがある。東西の建物の正面にはそれぞれ車寄せやタクシー乗降場があり、東からはオステルリッツ菓子に、西からはオピタル大通りに出ることができる。切符売り場は東の駅舎内にあり、この他カフェや売店がある。 両駅舎に挟まれた大屋根の下の部分は、ラーの線路の開口部や駐車場になっており、また、東西の駅前広場間を移動するタクシー用の通路がある。ラーの駅は、地上ホームの直下にあり、島式ホーム2面4線で、ホームの全長は225メートル、幅は9メートルである。コンコースはホームよりも下の層にあり、自動改札機が設置されている。地上の 各ホームからの線路が合流するのは、バンサンオリオール大通りの古戦橋付近である。その南の線路西側のシェバルレー地区には、国営運輸サービス会社の急行貨物用設備がある。また、この付近でラーの線路が、地上に現れる。ビブリオテーク、フランソワ・ミッテラン駅を越えると、プティト・サンチュールの配線跡と交差する。そこから、南の線路両側には、客車、 電車、機関車などの車両基地、操車場などが、パリ市境を越えて、イブリーシュルセーヌ駅付近まで続いている。機関区から、オステルリッツ駅までは専用の複線の連絡線があり、本線の列車と干渉しないよう立体交差が設けられている。5号線、ホームメトロ5号線の駅は、高架駅であり、フランス国鉄の東西の駅舎と中間のホール部分を、 貫く形で線路が通っており、その部分に相対式2面2線のホームがある。駅の東はオステルリッツ高架橋に続いており、西側は地下に下るため40パーミルの急勾配となっている。10号線の駅はフランス国鉄の駅の西側の駅前広場の地下にある。ホームは相対式2面2線。10号線の東の終点であり、南側に引き上げ線2本がある。 駅西側オステルリッツ駅は、東はオステルリッツ菓子を挟んでセーヌ川、西はピティエサルペトリエール病院、北はバリュベール広場を挟んでパリ植物園に囲まれており、パリの他のターミナル駅と比べると完静な地区にあった。しかし近年は駅の南東側で前述の再開発が進んでいる。リオン駅はセーヌ川をシャルルド・ゴール橋で渡った対岸にあり、 徒歩でも乗り換えが可能な距離である。駅前にはパリ交通公社市内バスのガールドステルリッツ停留所があり、市内各地へのバスが発着する。パリオルレアン鉄道は1840年9月20日にパリから南東部郊外ジュビシーまでの最初の路線を開業させた。この時パリにおける起点はオステルリッツ菓子に置かれたが、その駅施設は簡素なものだった。 1943年になって、バリュベール広場に面する、行き止まり構造の本格的な駅が開業した。この時の駅は6000からなっていた。同じ1943年には、パリオルレアン間の鉄道が全通した。さらに1846年に、トゥール、1851年なんと、1852年、ボルドー、1855年クレルモンフェラン、 1884年にはトゥールーズにまで路線が達し、オステルリッツ駅はブルターニュ南部から中央高地西部に至るフランスに広がる路線網の起点となった。また1854年にプティト・サンチュールの一部が開通し、オステルリッツ駅の南のトルビアックに環状線への連絡線が設けられた。1867年のパリ万国博覧会を 控えて1862年から新駅舎の建設が行われた。駅舎はホームを囲む U 字型をしており、東側に出発客用、西側に到着客用の施設が設けられた。ホーム先端にあたる北側の部分はパリオルレアン鉄道の管理部門が使用した。ホームは長さ280メートル、幅51.25メートルの金属製の大屋根で覆われた。 この屋根はパリオルレアン鉄道の技術者、カミー・ユ・ポロンソーの設計によるものである。不屈戦争中パリが包囲された際には屋根の高さを利用して気球の製造に用いられた。1900年のパリ万国博覧会に合わせてパリオルレアン鉄道はオステルリッツ駅からオルセー駅までの地下線を開業させた。この時にオステルリッツ駅も大きく改造された。 大屋根の下は、オルセー駅方面への線路と、地下線用の電気機関車の留置線などになり、ホームは駅舎の南側の空間に移された。ホームは中央に、オルセー駅方面への直通列車用の島式ホームに面4線があり、その東側に出発列車用、西に到着列車用の東端式ホームが置かれた。東西のホームの東端部は、 オルセイ駅方面への線路を横切る構内踏み切りで結ばれていた。オステルリッツ駅オルセイ駅間は1900年の開業時から第三機上方式により電化されていたが、1904年には電化区間はジュビシーまで延長された。ただし、長距離列車の機関車の交換はオステルリッツ駅で行われた。1906年6月2日には、 メトロ5号線のプラスディタリーガールドルエアン間が開業した。同年7月14日にはオステルリッツ高架橋を越えて北へ延長された。なおメトロの駅名がガールドステルリッツと改名されたのは1930年のことである。1910年に発生したセーヌ川の洪水でオステルリッツ駅は大きな被害を受けた。1月21日に オステルリッツ・オルセイ間の地下線が水没し、数日後にはオステルリッツ駅自体にも浸水した。オステルリッツ駅の復旧は2月9日であり、それまで列車はジュビシー駅で折り返していた。オルセイまでの復旧は3月4日だった。1920年代になるとパリからビエルゾンまでの幹線を河川終電方式で直流電化することが計画され、 オステルリッツ駅からジュビシーまでは1926年に河川が伏設された。オルセイまでの第三機場が完全に置き換えられたのは1927年である。またこの時、シェバルレ地区にあった蒸気機関車の機関庫を廃止し、オステルリッツ駅の東にあった急行貨物用の設備をシェバルレに移転した。その跡地を利用して出発列車用のホームが増設された。 1938年の鉄道国有化により、オステルリッツ駅はフランス国鉄の駅となった。また1939年にはオルセー駅が近郊列車専用の駅となり、オステルリッツ駅は再び長距離列車の始発駅となった。1939年7月12日にはメトロ15線が乗り入れている。1960年時点における、 オステルリッツ駅の構造は次のようになっていた。線路は東側に出発列車、南行き近郊列車用の13線、西側に到着列車、オルセイ行近郊列車用の7線があり、5、3、1、2、ニビス、4の各線がオルセイ方面に通じており、他は行き止まりだった。ホームは三番線と一番線、二番線と二ビス線の間にそれぞれ島式ホームがあり、 25番線から5番線と4番線から16番線は東端式となっていた。このほか1番線と2番線の間にホームに接しない中線があり、14番線の外側にもホームに接しない16番線が存在した。また出発線側に郵便車用の側線3本があった。オステルリッツ駅構内では近郊列車がオルセー駅に通じる。 内側の線路を使っていたのに対し、駅の南では、近郊列車が外側、長距離列車が内側の方向別複々線となっていたため、近郊列車と長距離列車の進路が平面交差するという構造的な欠陥があった。また、出発ホームと到着ホームの間の構内踏切の危険性も問題であった。このため、近郊列車用ホームを地下化する工事が行われた。 列車の運行を止めずに工事を行わなければならないことに加え、セーヌ川に近いことによる地質の問題もあり、工程は複雑なものになった。地下ホームが完成したのは1969年3月2日である。地上ホームは一体の東端式ホームとなり、出発用と到着用の区別はなくなった。また番号も2番線から5番線と7から21番線と付け替えられた。 なお一番線は荷物用であった。1990年、LGEV 大西洋線の開業により、パリからトゥールイエンのフランス南西部への昼行列車は、少数の例外を除き、モンパルナス駅発の TGEV に置き換えられ、オステルリッツ駅発の列車は大きく減少した。フランソワ・ミッテラン図書館前を通る列車1990年代からは、オステルリッツ駅に付随する。 鉄道施設の整理と跡地の再開発が行われている。駅からトルビアック通りを越えてマセナオ大通りまでの線路とセーヌ川の間の地域が対象となっており、パリ市ではパリセーヌ左岸市街下規制地域フランス国鉄では ATM と呼んでいる。この地域にあった貨物駅などは線路西側のシェバルレーチックとランジスに移された。またオートトランの発着施設は2000年に ベルシー駅に移転した。跡地には1996年会館のフランス国立図書館、フランスワミッテラン館などが建設された。さらに南のバンサンオリオール大通りとマセナ、大通りの間では2012年完成予定で再開発が進行中である。2015年までにバリアフリー化工事が行われる予定である。フランス国鉄とフランス鉄道線路事業公社は パリの南郊外で LGV 大西洋線と LGV 東連絡線を結ぶ南連絡線を計画しており、この路線からオステルリッツ駅方面への連絡線を設けて、現在リヨン駅やモンパルナス駅発着となっている TGV の一部をオステルリッツ駅に移し、両駅の混雑を緩和する予定である。将来的にはオステルリッツ駅から北駅まで地下新線を建設する。 構想もある。ありがとうございます。